芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。お前が楓原か。早く船に乗り込め。送ってやるよ。お主、どうして拙者を助ける？拙者はお尋ね者でござるぞ。そらもちろんしゃぶぎお前を稲妻から無事に送り出すようにって金を出した人がいるからさ。ただ周りがしてやれることには限りがあるから、あとは自分で頑張ってもらわないとな。祖父は生前リーユエを観光し、父は本でモンドの景色を読んだ。拙者はどこへ行くべきであろう。空が陰った。降りそうでござるな。この雨が止む時は来るのであろうか。おい、止まれ。抵抗すると痛い目に遭うぞ。そうか。裁きの雷鳴。せっ！拙者を恐れているのか。いざ勝負。行動に剣に誓う。修練か。はっ、見切りました。無我の境地。してまいる。拙者の負けだ。誰が対立仕掛ける。天に直く者どもずるき。この仕事は排除するべきですね。仕掛けるぞ。そこ引くぞ。はっ、ギャッ。部内石一、逃げ道はありません。さっ、勝負。正々堂々勝負せよ。風の神、我らを導きたまえ。いざ勝負。風雪なし崩。壮観化粧。拙者を恐れてるのか。はっ、修練か。拙者の負けだ。おい、あんた大丈夫か。こっちに避難するか。海賊か。はっ、そう、海賊さ。来るかどうかは自分で決めろ。次の仕事は？あれ、地上聖号だぞ。見ろ、カズハがあそこにいるぜ。ちょうどいいところに来てくれた。拙者は今までの人生を振り返ったところでござる。楓原家の盆景をどう思う？そうでござるな。この元凶はとても興味深いですね。演劇のようなシーンは回数を重ねるたびにより特別なものになって心に響きます。先生術師は皆見識が広いでござるな。お主にそう言ってもらえるならば、この元凶にも存在する価値があろう。ねえ、あなた、ご機嫌いかが？お嬢様はカズハ殿にあまり落ち込みすぎないようにとおっしゃっています。
こんな経験を振り返るのなんて楽しいはずないよな。そうでござるな。皆の気遣いに感謝する。だが拙者にとってはどれも過ぎたことでござるよ。盆景を目にした瞬間、この可能性に思い至ったのだ。拙者はお主らを待っていたのだと。だからこそ拙者だけが終点に残されたのやもしれぬ。じゃあカズハがやりたかったことは全部できたんだよな。ふむ、そう言えなくもない。お主らは過去の拙者を見て共に別れを告げてくれた。そうして拙者にまつわる全てを見届けてくれたことで、ようやくそれは真実、歴史となったのだ。人生で最も大切なのは他者との絆。決して自分を責めることではござらん。過去に囚われる人には未来はないのでござる。拙者はここまで歩んできたから、この先も歩んでいける。皆にもそう信じてもらいたいのだ。これからもよろしく頼む。拙者は雨の中を急ぐことが多く、雨水に視界を奪われては前が見えなくなることが多々あった。ある日ついに山頂にたどり着いた。足元には雲があり、耳元では風が吹いていた。まことに高き山、まことに澄んだ心。無我、無根、無念、無我。旅に出よう。拙者は風だ。いかに長き道にも出会いはある。人生は続く。至る所に故郷はあるのだ。疲れたよな。今日は早く寝た方がいいぞ。うん、お、どうしました？顔色が悪いですが。何でもないわ。少し疲れを感じただけ。今日の旅に疲れ果ててしまったのでしょう。お嬢様、大丈夫ですか？オズ、余計なことを言わないで。失礼いたしました。ん？あんたら疲れたんならしばらく休めよ。あたいは食料を探しに行くから、体力が残ってるやつは一緒に来い。拙者が行こう。私も手伝います。みんなこんなに積極的なんだし、オイラたちも行こうぜ。そんなに大人数はいらないぜ。それに皇女殿下が少し落ち込んでるみてえだ。モナ、あんたは彼女のことをよく知ってるだろ。散歩に付き合ってやったらどうだ？気づいていましたか。食べ物の準備をしながらその話をしようと思っていたんです。だったら私に任せてください。よし、それじゃあ食べ物の準備はあたいたちに任せろ。これだけあれば十分だな。後で焼いて食べようぜ。もし次に人のいねえ拠点を見つけたら、鍋がないか探そうぜ。鍋があればちゃんとした料理が作れるしな。すごい心配りだぞ。信玄は料理人じゃないのに人の世話をするのが得意なんだな。へへ、あたいはできることをやっただけさ。褒めすぎなんだよ。信玄殿は市長聖豪の皆にも認められた良い仲間でござる。おう、オイラ
たちにとってはカズハも頼もしい仲間だぞ。その通りさ。ふむ、ならば頼もしい仲間として皆と話したいことがあるのだが、お主らの話を聞いた限り、今日の不思議な元凶は楓原和葉のこれまでの人生をもとに作られたものであった。まるで拙者の夢のように。和葉、あんたはずっと自分だけの盆景を作りたかったんだろう。うむ、そして拙者の願いは叶ったか。しかし拙者がこのような状況になったということは、皆にもその可能性があるということではなかろうか。あたいもだ。ただ次の場所が誰の元凶かはわからないけどな。そう考えるとあたいもあんな夢を見てみたくなったぜ。お前、あんな元凶が欲しいのか。もしあたいにあんな領域があるなら、きっと音楽に関係するやつだろ。そしたら腕を震えるぜ。もしかして急に演奏を始めたりするんじゃないか。それは当たり前だろ。音楽をやるやつなら誰でもこの群島の美しい景色を見れば音楽を奏でたいって思うに決まってる。なんて楽観的でたくましい心なんだ。おいらちょっと